モーリッツ・フォン・アンハルト・デッサウは、アンハルト・デッサウ公、レオポルト一世の逸夫、軍人であり、プロイセン王国元帥を務めた。1712年、アンハルト・デッサウ公、レオポルト一世とアンナ・ルイーゼ・フェーゼの息子として生まれた。1725年に、プロイセン陸軍に入隊。最初に戦闘に参加したのはポーランド継承戦争に志願兵として参戦した時だった。プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の晩年には指揮を執るようになる。フリードリヒ二世のシュレージエン戦争中、特に1745年のホーエンフリートベルクの戦いなどで頭角を現した。ローデッサウの最後の戦いであるケッセルスドルフの戦いにおいて、モーリッツ率いる一翼が、オーストリアの戦列を突破して、プロイセン軍の勝利に導いた。シュレージエン戦争の終戦後、7年戦争が勃発する前、モーリッツは、フリードリヒ2世により、当時廃墟となっていたポンメルン州と、オーデル川沿岸への植民を命じられた。1756年に戦争が再び勃発すると、モーリッツは、ピルナ包囲戦に参戦。ザクセン軍をピルナに封じ込めるプロイセン軍のうち1個重隊を率いた。オーストリアの救援軍を派遣する試みが失敗すると、モーリッツはフリードリヒ・アウグスト・フォン・ルトフスキーの降伏を受けた。翌年のコリンの戦いでは左翼を率いたが、フリードリヒ2世との連絡の不備により早まって攻撃して大敗、フリードリヒ2世の不況を買った。1757年12月5日のロイテンの戦いで勝利すると、フリードリヒ2世はその日の終わりにモーリッツところまで行き、おめでとう、元帥と言った。ツォルンドルフの戦いでも勇敢に戦ったが、ホッホキルヒの戦いでは負傷して、オーストリア軍の捕虜になった。モーリッツは、この負傷が元で釈放された直後に死去した。ありがとうございます。